テレビアニメ私の幸せな結婚の第3話あらすじ&先行画面カットが公開された。第4話贈り物は、清が隅にお礼がしたいと考えたミノはゆり子に相談し、手作りの組紐を贈ることにする。清が隅は買い物へ来たいというミノにお守りを渡し送り出す。